リア地方発見の旅を続けましょう。今日はイタリアの一番東に位置するアドリア海に面した町オートラントを訪れます。ラテン語でオドルントゥムと呼ばれていたオートラントはプーリア地方の中でも美しい海と街並みを誇る町です。ユネスコの平和文化遺産の一つにも認定され、環境団体からは少なくとも5年連続で美しい海を持つ町として表彰されました。最も重要なモニュメントの一つは高台にそびえるカテドラルです。古代ローマの大屋敷メッサービ人の村落、古代キリスト教の寺院などがあったと思われるこの場所に建立されたのはグレゴーリオ7世が法王の時代だった1080年のことです。サンタンデールの大司教アダルッツォの紋章を掲げた正面入り口の上にはルネサンス様式の豪奢なバラ窓が威容を誇っています。ロマネスク様式、ビザンツ様式、古代キリスト教文化が交錯する教会内部を見るとこの町の歴史変遷をうかがい知ることができます。まず目に飛び込んでくるのは金メッキした木を白と黒を背景に格子組みした天井部分です。しかし何よりも壮観なのは床に組まれたモザイクです。1163年オートラント司教ジョナータの命で地元の色付き石灰岩を用いて修道僧パンタレオーネが描いたモザイク画は善と悪の間で反問する人間のドラマを表現しています。3つの神廊を持つラテン式十字のカテドラルは繁栄堅牢工事に加え2つの礼拝堂を側面に有し、多数の貴重な宗教画と墓碑を安置しています。受胎告知を受けた聖書女マリアに捧げられた長さ54メートルのカテドラルは一枚岩から取られた42本の柱で仕切られています。柱は多様な材質を併用しているだけではなく制作時期も様々です。さらに装飾スタイルも滑らかな表面を持つ柱、筋が付けられた柱、凝った細工がされた柱とバラエティに富んでいます。このように変化に富んだマテリアルとスタイルを使用しながらも美術感覚を生かした配置のおかげで教会内部は調和の取れた空間となっています。さて再び床のモザイクの方に目を移しましょう。1480年のトルコ人の略奪の手から幸運にも逃れることができた南イタリアで類を見ない芸術品です。まず驚かされるのはその大きさです。中央神廊に加え左右の神廊の半分、さらには後陣と聖堂内陣に至るまでモザイク画が床を敷き詰めています。表現力豊かなシーンの数々は中世に人々が抱いていた観念を反映しています。このモザイクを見ているとクラッツィオ・ジャンフレーダ神父が言うようにキリスト教を東方と西方に分けたのは時代と歴史による要請からであり、実はこの2つの文化の間に矛盾はなく互いに違う変遷をたどってはいてもそれぞれの独自性を同一の文化の中に要約できるということがわかります。このカテドラルに対する畏敬の念は右神堂の後陣の壁に備え付けられた巨大なガラス棚を目にすると一層大きくなります。この7つのガラス棚に近づいていくと中に収められているのが頭蓋骨や骨であることが次第に分かってきます。この骨は1480年のトルコ軍襲撃の際にキリスト教を捨てることを拒んだことで殺されたオートラントの800人の殉教者たちの遺骨です。この事件をきっかけにオートラントは殉教の町として名を馳せることになりました。カテドラル見学の締めくくりは11世紀に作られた半円形のビザンツ式地下聖堂です。旧市街の路地を曲がるとプーリア地方のビザンツ美術の代表作である聖ピエトロ教会が突然正面に現れます。装飾のないシンプルな外観が内部に描かれた聖書を主題にしたフレスコ画の印象を一層強める役割を果たします。
つてオートラントは要塞都市でもありました。時と歴史に揉まれても王子の威容を残す城壁が海沿いの町を守ってきました。城壁からは片方に青く果てしなく広がる海、もう一方に町の歴史を物語ってくれる旧市街を一望に見晴らすことができます。海から突き出たような形をした凝灰岩の上にはアルトマーレのマドンナの礼拝堂として親しまれている聖霊教会があります。17世紀に建立された教会は1744年マドンナ信仰が厚い市民たちの希望で修復されました。新郎一つしか持たない内部はタツノオトシゴやイルカ、貝などを描いた装飾で覆われ、オートラントの町が持つ海に対する信仰をうかがわせてくれます。9月の第1週にはオートランド市民がアルトマーレのマドンナに捧げる祝祭が催されます。聖女の像を船に乗せて行う海上での宗教行列は聖女を信仰する人々によって非常に重要な行事となっています。旧市街の散策を続けましょう。海辺で砕ける波の音を耳にしながら細い路地道を歩いていると、しばしば心を奪われるような風景が目に飛び込んできます。突如としてその異様を表すのはアラゴン城です。海に面したこの城は15世紀末にナポリを治めていたアラゴン王家によって建設されました。フリードリヒ2世が残した城を基盤に建設されたと考えられています。周囲を堀に囲まれている不規則な五角形をした城は建設当時羽橋を備えていました。特に異様を放つのは円形をした3つの塔と1578年に設置されたダイヤモンドトリゲと呼ばれた両帆です。両方にはトレドのドンペドロとアントーニオ・デ・メンドーザの紋章が掲げられています。一方城の入り口にはハプスブルク家のカルロ5世の紋章が掲げられています。城の構造が建設当時と異なるのは19世紀初めにナポレオン軍がやってきた際にほぼ全ての防衛施設の改修を強いられたからです。多数残された史跡が調和のある統合を見せるオートラントはプーリア地方の中でも古い歴史を持つ町の一つです。新石器時代にすでに村落があったオートラントはメッサーピ人の町となった後にギリシャの植民地となります。ローマ時代にはプーリア地方の中でも海沿いにある重要な都市の一つとなりました。ビザンツ、ゴチック文化の中心地だった中世のオートラントはノルマン人、オーストリア人、フランス人、スペイン人らの政治勢力が行き交う町でした。1480年にトルコ人から破壊されたオートラントの町が復興し始めるのは18世紀のことです。その後町はナポレオン政権時代にナポリ王国の公爵領となりました。1900年代、食探しのために多くの市民がドイツやスイスに移民した時期を経てオートラントはプーリア地方の中でも歴史と美しい海を持つ町として重要な観光地となりました。特にイタリアの中でも5本の指に入る美しい海は町の重要な財源となっています。漁業が盛んな港ではサバ、ボラ、タラ、タイ、
スズキ、ウニなどの海産物が水揚げされます。町の経済活動でさらに重要なのはオリーブ、ブドウ、麦、野菜などの農業と、イグサで作ったカゴ、モザイク、お守りの鈴、昔ながらの機織り機で織ったシーツなどを中心とする手工業です。1480年、トルコ人によって800人のキリスト教信者が首を切られた場所である町の南にあるミネルバの丘の頂上には殉教者の聖女マリア巡礼地があります。カラブリア公爵アルフォンソによってトルコ人の犯した虐殺事件のメモリアルとして作られた巡礼地へと続く階段の脇には、この事件のことを記した大理石を掲げた2本の柱が掲げられています。バロック様式の主祭壇はレッチェ近辺から取れる石を採掘して作られました。内部に奉納されている祭壇や宗教画の中でも重要なのは、16世紀ラビーニオ・ゾッピの筆による殉教者の絵と、天井に描かれたトルコ軍によるオートランド占領の絵です。オートランドからやや北へ行くとアリミニ湖があります。この特別自然保護地区は松林と地中海性灌木が生い茂る岩場に囲まれた2つの湖を有する、自然学的に非常に興味深い場所です。わずか1メートル半足らずの深さのところから湧く多数の清水が集まって生まれたために、小さな泉とも呼ばれる小アリミニ湖は、海の浸食作用で生まれた深さ4メートル余りの大アリミニ湖と一本の水路を通じてつながっています。この湖周辺にある重要な植物として、湿地帯に繁殖するラン、絶種の危険がある水生の栗、食虫植物などを挙げることができます。オオバン、クロガモなどの鳥は湖に生息する動物の代表です。アリミニ湖を後にして、透き通った海から波が打ち寄せる砂浜が続く海岸へ行ってみましょう。この海岸を行くと記憶の谷、さらには新石器時代に遡ると考えられているピンタ島の地下墳墓に行き着きます。もともと死者の骨壺を収めるために作られたと思われるラテン式十字の構造を持つこの墳墓は、17世紀に建てられた鳩を飼育するための塔がそびえる休憩をした部屋につながる多数の穴が開けられた半円の天井を持つ一本の通路からなっています。さらに南に向かってこの魅惑的な海岸を行くと、砂浜と岩場とが交互に続く約25キロの海岸線沿いに
16世紀にサラセン人の攻撃に備えてカルロ5世が作らせた物見砦を多数目にすることができます。イオニア海とアドリア海の分岐点にあたる場所には偶然にもパラシャ岬が果てしなく広がる青い海に向かって突き出ています。